メガネ。ある晴れた日、ざわざわと葉っぱが風に揺れています。かわいい小鳥が空を飛び、足元には小さな花が咲いていました。でもゆうくんはそんなきれいな景色には気がつかず、とぼとぼと学校へ向かっていました。ゆうくんは勉強も運動もあまり好きではありませんでした。先生が黒板に書く文字はよく見えないし、学校の休み時間にする野球もボールがよく見えなくて、いつもエラーをしてしまいます。テストの点数が悪くてお母さんには怒られ、友達からはあまり野球に誘われなくなりました。周りがなんだかぼやけて見えるせいか、心もいつももやもやしていました。そんなある日、学校の視力検査の結果が悪くて眼科に行くことになりました。検査の結果、ゆうくんはメガネをかけなくてはならないことが分かりました。お医者さんにそのことを伝えられたゆうくんは、メガネなんてかっこ悪いよ、絶対にかけないからね、そう言って泣きながらお母さんと家へ帰りました。夜、お医者さんがくれた手紙をお母さんが読んでくれました。そこには、目がよく見えるからこそできる小さな発見や気づきがたくさんあること、それを見ることで脳が成長すること、これ以上目が悪くならないようにする役割があることなど、メガネをかけることで毎日が楽しくなることが書かれていました。手紙を読んだゆうくんは少しだけ、メガネをかけた景色ってどんな感じなんだろうと興味が湧きました。ゆうくんはお母さんとメガネ屋さんへ行ってみることにしました。次の日、メガネあんまりかけたくないんだ、まだ少しふてくされているゆうくんに、メガネ屋さんはいろいろなメガネを見せてくれました。スポーツマンっぽいメガネ、勉強が得意そうに見えるメガネ、かっこいいメガネ、おしゃれなメガネ、メガネの種類の多さにゆうくんは驚きました。いろいろ見せてもらった中で、縁が大好きな青色になっているメガネが気になりました。これかっこいいかも。メガネはかっこ悪いと思っていたゆうくんでしたが、実際にお店でかけてみるとかっこいいものがたくさんありました。自分だけの特別なメガネ、いつの間にか出来上がるのが待ち遠しくなるほど、ゆうくんはワクワクしていました。数日後、お店から連絡をもらってメガネを取りに行きました。出来上がったメガネを見ると、嬉しさがこみ上げてきました。これは僕だけの特別なメガネなんだ。家に帰るまで待ちきれず、ゆうくんはメガネをかけてみました。すると、今までの景色とは全然違ったきれいな景色が映し出されました。
うれしくて思わず外に出ると、葉っぱが風に揺れる様子も、きれいな緑も、空を飛んでいるかわいい小鳥もはっきりくっきり見えました。次の日、ゆうくんは学校へメガネをかけていきました。いつもと同じ道、いつもと同じ場所なのに、いろいろな景色が見えて、なんだか別の場所を歩いているようで、心がウキウキしました。少し照れくさそうに教室に入ると、あー、メガネかけてる。かっこいいじゃん。俺にもかけさせてよ。みんなが集まってきました。ゆうくんは、これは僕の目に合わせた僕だけのメガネだからね。他の人には貸せないんだ。と得意げに言いました。メガネをかけた初めての授業。黒板の文字がよく見えました。休み時間の野球。初めてエラーを一度も出しませんでした。それどころか、満塁ホームランまで打ち、大活躍したのです。今までぼやけていた球が、はっきりと見えるようになったおかげでした。いつも眠たかった授業が楽しくなり、野球もみんなとできるようになりました。メガネをかけることで見える景色がはっきりすると、今までの心のモヤモヤもすっきりとなくなり、ゆうくんの毎日はとても楽しくなりました。これからずっと使う目、その目を守るためにも、毎日楽しく過ごすためにも、ゆうくんはメガネを嫌がらずに毎日かけようと心に誓いました。おしい。